挿入されています。有効期限は2024年11月です。見られている方もですねお分かりの通りですが、ここでね基本的には梁が通っててですね、まあ、この後ろにはガラスルーフがあるかみたいなのが普通な車ですが、モデル X に関してはここがもう一面にですねこれガラスルーフになってると、まあ、開放感がねちょっと尋常ではないっていう形ですよね。まあそれが非常に印象的だと思いますけれども、このね、まあ、テスラモデル X ですよね、もうですね既にこのチャンネルではですね、まあ、航続距離テスト、充電性のテスト、1000キロチャレンジ、まあ、内外装チェックも多分やったと思います。あとはね、多分このヨークステアリングの操作性に関する個人的見解なんかも含めてですね、いろいろとやってきたわけですけれども、まあ結論から言ってですね、まずこのテスラモデル X は日本国内におけるですね、唯一無二の EV と言って間違いないと思います。まあ、いろんな観点があります。だから今言ったようなねこのガラスルーフとんでもないですよね。もちろんこういうのもあります。でもそれだけじゃないです。この車は大型 SUV です。3列目シート搭載してます。まあ、この車は6人仕様ですけれども、最大7人乗ることができます。まあ、なのでこの3列目シートですよね、まあ、それが搭載されている EVというのはもう事実上ですね、このまあテスラモデル X、 あと本当にですねもう数えるぐらいしかないんです。メルセデス EQS SUV とかですね、もうそういうような車種になってくるわけです。まあ、ということを考えるとやはりですねこのモデル X に注目されている方は非常に多いんじゃないかなと思います。まあ、すでにねこれこのチャンネルでは、まあ、いろんなレビューを行っています。まあ、現在ねこれ高速道路、1000キロチャレンジがちょうど終わった後なんですけれども、まあ、終わってですね今スーパーチャージャーに向かっていると、もうですね充電材料 4% しかないので、到着時これまた 0% になってます。とりあえずですね、まあ、静粛性だったり乗り心地、はい、今ねこれ東名、東京インター向かっているところの継ぎ目ですけれども、まあね、はい、このねディスプレイは多分内外装でもやりましたけど3本の指ですね、3本の指で出てきます。すごいでしょこの UI。 ここは上とかね、でこれ下とか、これは移動できないんだ、まあ、ここら辺はこうやって移動する。音楽はこれ助手席の人が動かせるようにこうやって移動できます。
上はできんの？あ、上はできないんだ、さすがに。はい。やばくないですか、この UI。ちょっと異次元の UI をしていますけれども。そう、で、何が言いたいのか、そう。乗り心地ですよ。サスペンションね、ベリーハイからベリーローと、まあ、セッティングできます。まあね、これ高速走行でベリーハイにする人はいないと思いますので、まあ、ローですよね。まあ、電球意識するんだったらベリーローが一番ベストですけれども、まあ、全体的に考えたらローが一番いいんでしょうね。で、アダプティブサスペンションダッピングと、コンフォートオートスポーツアドバンストがあります。まあ、コンフォートにしましょうと。で、まあ、このですね、サスペンションの調整で、果たして乗り心地どう感じるかというとですね、まあ、個人的にはね、屋上の乗り心地ってところまでいかないかなって。もちろんエアサスがあるので、角が取れた乗り心地になります。なので、ここはね、特に、まあ、テスラ車の中だと、まあ、モデル Y とかね、めちゃめちゃ振動きます。はい。モデル3なんていうのはもっときますけれども、まあ、ここら辺の車両と比較しても、マイルドになってます。で、これは、私みたいな鈍感な人間でもわかることです。なので、皆さんも絶対わかります。他方で、まあ、このチャンネルではいろんな EV 検証してるんで、まあ、比較できちゃうんですよ。で、そういう EV たちと比較すると、まあね、エアサスが搭載されてるモデルとしては、まあ、そんなに、こう、極上な、もう、どんなですね、速度で段差を超えようが、もう全然気にしないみたいな、そこまでではないかなっていうところ。まあ、残念とは全然思いませんよ。やっぱりエアサスが入ってる分、そういうね、ところはちゃんとしてますけれども、まあ、このクラスとしては、固めかなっていう。だから多分人によっては、ちょっとね、硬いなって思う人もたくさんいると思います。まあ、乗り心地はそんな印象です。ちょっとね、これまた高速降りて、街乗りもね、また別途レビューしますので、まあ、このね、大きなサイズ、これ全長2メーターありますから、まあ、そのですね、操作性とかも含めて、またね、ちょっと後で喋っていきたいと思います。で、静粛性って話ですけれども、まあね、もうこれも言った通りなんですが、やっぱりね、特に6年前に発売されてる、いや、まあ、本当はもっと前ですね。日本では2016年製からスタートしてますけども、まあ、7年前とかの車両と比較してもですね、静粛性爆上がりしてます。ただし、そう、ただしという言葉が、必要なんですが、現在時速は100キロですよね。で、GPS で合わせましょうか。だいたいこんなもん。GPS100 キロです、今。ちょっとね、時速100キロでもね、A ピラーの部分からね、ふんわりね、風切りも聞こえるんですよ。で、風見てもらったらわかりますけど、全く吹いてないんですよね。で、さっきちょろっと見た、多分これ内外装のチェックでも多分言ったのかな、ちょっとわかんないですけど、ここは二重です。二重ガラス。で、後ろも二重ガラスです。なので、どっから風切りも聞こえてくるのかなって思うと、まずは、ここっす。ここ。実はね、これね、さっき見たら、ここは二重なんだけど、ここだけ一重ガラスなんです。なので、もしかしたら、ここら辺から、入ってきてるような気がする。ちょっとわからないけど。ここがまず一つ。で、まあ、あとは、やっぱり、ファルコンウィングドアがありますので、どうしてもね、やっぱ後ろからも、ふんわり、風の音がするんですね。で、やっぱりファルコンウィングドアなんで、どうしてもですね、こう、なんだろう、がっちりとした静粛性みたいなところは、その構造上難しいってところがあります。まあ、なので、まあ、この静粛性っていうのも、特にこれね、完全に、ハイエンド SUV になりますから、まあ、高級セグメントとして考えるとですね、まあ、ちょっと、そういう意味だと、静粛性って観点では、まあ、そこまで過度に期待するべきではないのかなと。思います。まあ、何にせよ、旧式のモデル X 乗られてる方が乗ったらですね、全然違えじゃないか、これって。どうなってんだっていうぐらい静かになってることは、まあ、間違いないと。他方で、まあ、競合と比較すると、まあ、そんなんでもないかなっていうところが、まあ、ぶっちゃけな印象かなと思います。で、ADAS システムなんですが、これもね、もう、散々レビューしているんですが、まあ、基本的には、テスラ車全部一緒です。なので、もう、特にそこはコメントする必要はない。レーンキープ、
非常に優秀で、アダプティブクルーズコントロールだけはつんのめるところがあるので下手くそだなと思います。他方でですね、まあこの現在の最新のファームウェアですけれども、2023.38.9 です。これのソフトウェアのオートパイロットはかなり下手くそになってます。特にやばいのはファントムブレーキです。これね、高速距離テストでも2回あって、1000キロチャレンジも2回ありました。特に1000キロチャレンジの1回はマジでめっちゃ急ブレーキかかって、なんかすぐ足で加速しましたけど、110キロぐらい走行してるのに670までぐーっとブレーキ踏むんですよ。これ後ろ後続車がすごい近かったら結構やばいと思います。まあ、というぐらいちょっとここのソフトウェアのファントムブレーキがひどすぎる。なのでまあテスラはね、ソフトウェアでどん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 改善していくんで、OTA でね、まあいいんですけど、まあいいんですけどとかっていうと、まあぶっちゃけちょっと僕はテスラ信者でもなんでもないので、ちょっと甘い評価だと思います。まあ、なのでちゃんとそういうところはしてくれよと。 OTA でなんでデチューニングしてんやねんっていうところはちょっと1点、抑えないといけないかなと思います。まあ、ただ例えば今ねこれ、世田谷キヌタスーパーチャージャーセッティングしてますけども、これまあエントにしちゃってですね、スーパーチャージャー世田谷キヌタ、はい、この音声の認識の速度、そして実際にナビゲーションに入れたら、これもナビに入るんですよ。でスーパーチャージャー世田谷キヌタっつっても、これ車種によっては全然反応しないですよ。そもそもスーパーチャージャー世田谷キヌタっつって、それが目的地なのかなんか違うものなのか多分わからない音声のものもたくさんあります。だからそれを考えるとこの速度はマジでやばい。でさらにこれいろんな音声のコマンドがあります。今エアサスローになってますね。エアサスペンションを一つ下げて、すごくないこれ、音声でエアサスまで操作できるんですよ。いやそれは他の EV で結構ハイエンドな EV だとなんかサンシェードとか、まあ、いろんなことできる EV たくさんありますよ。ありますけど僕がやっぱりねこの車やべえなって思うのはまさにですね、この音声の認識力の高さ。これね僕いろんな EV やってますけど本当にひどかったのはね、なんだっけな、あ一番ひどいのはトヨタ BZ4X かもしれない。 BZ4X はマジで音声認識読み取ってくんないんですよ。あれはダメでしたね、音声認識という観点では。だからもうああいうのと比較してももうね別格です。だから確かにテスラってもうこの画面で全部操作しろって言ってるんですよ。このエアコンとかもそうですよ、こうやって操作したりとかね、まあ、リアとかももちろん操作できますし、あ、てかこの車さリア3列目シートもシートヒーターあるんだ、すごいね。知らなかった、3列目もあるんだ。まあ、というようにして、はい、まあ色々とあるんですけど全部ここで操作する。エアコンの温度を21度にして、はい、なってますね。まあ、ということですよ。まあ、なのでここら辺はもう非常に素晴らしいですね、本当に。だからそうそうそう、何が言いたいのかっつうと、確かに運転中に料金は4150円、高えよおい。これだからあれですよ、浜松から東京インター、東京インターじゃないかこれ、なんつうの、東京 IC 知らないですけど4150円。しかもこれだって土日祝日割引が入ってこれですから、ちなみにもう充電残量が 1% だ、すぐかな、ギリギリの戦いになってきましたけど、まあ、充電残量は別にどうでもいいんですけど、そうそうそう、で、なんだっけ、何を言おうとしたんだっけ、そうそうそう、そう、だから、テスラは何にせよですよ、確かに、まあさ、こういうようにして、
全部操作が画面ですから運転中にいじるの大変じゃないって思う方たくさんいますけども、大丈夫です。そういうエアコンだったりとか、まあ、エアサスの調整までもできますからね、音声で。しかもめちゃめちゃ精度がいい。だからこれ全然知らない人がいるんですよ。で、繰り返しになりますが、僕はテスラ信者でも何でもないです。発揮種言ってますよね、テスラのサービスはクソオブクソだって言ってますよね。まあ、だったりとか、別にそうじゃなくてもね、じゃあなんか RS イトロン GT のエクステリアデザインはもうマジでかっこよすぎるとか、 EQS の乗り心地もまあいいし、もう EQS のインフォテインメントシステムも全然いいじゃんとか、もういろんな EV ね言ってますよね。まあ、何にせよ、まあ、そういう意味でもはっきり言っちゃいます。でそれでもですよ、この音声操作とか、まあ、この UI もすごいんだけど、ただこの UI の凄さっていうのは全部この画面に収まってるから。 でもそれは運転中だとしても別に音声操作があれば大抵のことができちゃうんです。大抵のことができちゃう。だって皆さんエアコンぐらいでしょ、言うたってそんなもんですよ。だってエアコンだってね、ここで温度調整できるし、これとかもほら、ここを押すとほらほらほら、こうやってね、直感的でしょ、できますよ。で風向きなんてさ、まあこんな風にすればいいんですから、そんな難しいことじゃないです。まあ、何せ何が言いたいのかというと、結構だからテスラに関してやっぱ誤解されてる方っていうのは、まあいろんな面でたくさんあるわけです。特にでも僕は訴えたいのは、この音声認識の正確性とレスポンスの良さ、このシームレスさ、これはねめちゃめちゃ実用的なんですよ。これはねなかなか伝わってない部分だし、これがあるからこのディスプレイに集約しても大丈夫なんです。まあ、みたいなことなんですよね。まあ、何にせよ、はい、そういう意味でこの UI は僕はね結構ねディスプレイに操作集約するのは良くないみたいなこと言ってる人がいますが、僕はそんなことは全く思いません。はい、まあ、ということです。充電台の 0% から 3,2,1 全然加速しねえ、やべえ、インセインモード使ってんのに、やべえ、車がめっちゃ事故ってる。あこれあれだ、今日めっちゃ混むぞ、これ首都高からの透明、頑張ってください皆さん。まあでも全然加速しないけど、こういう街乗りレベルの走行だとほら全然加速するわ、余裕だわ。でもやばい、もう 0% だ。モデル S と X に関してはですね、実はバッファーが結構あります。まあ、なのでまあ 0% になってもですね、まあぶっちゃけそんなに心配する必要はないのかなと。ね、でもだからといって EV ネイティブは言ってて、それやったら僕電気したんですけどとか、私電気しちゃいましたけどとか言わないでくださいね。皆さん全部自己責任ですから。ただ、一般論の話をすると、まあモデル 3Y はだいたいですね、ロングレンジだと 3kWh ぐらいバッファーありますけども、モデル SX に関してはこれ旧式も一緒です。新型も一緒ですが、だいたい 5kWh ぐらいバッファーがあるんですね。まあ、なので5kWh だったらですね、まあ、この街乗りとかの走行であっても、まあ、どんなに燃費が悪くても5ぐらいは、ね、安全運転すれば出ますから、まあ、5×5 の 25kg です。だから 0% になった後も、まあ、20kg 以上は走行できるよと、まあ、いうふうにして考えていただければ、まあ、そんなにね心配する必要はないのかなと思います。これは 1,2,3,4 ここに止めるのかでも P に勝手に入ります。これもすごいでしょう、ここら辺の UI も。というところで、とりあえずね、これスーパーチャージャー到着したんで、はい、一回ね、ちょっと充電をしたいと思います。なんか
なんかこれビジョンシステムになってから、この周りの障害物のなんか反応の正確性がすごく下がってますね。ちなみに満充電あたりの航続距離は560キロです。だからこれは EPA でちゃんと合わせてます。 EPA も560なんで、もうドンピシャで合わせてきてるということですね。まあ、何にせよここの航続距離の数値は EPA ということです。いや、この車ですね、モデル X については、はい、ドラッグストリップモードと、これを押すとですね、はい、コンディショニングフォーピークパフォーマンス8ミニッツリメイニングと。おそらく今バッテリー温めてるんですよ。バッテリーか、まあその駆動系ですよね。パワートレインを温めることによってローンチモードできますね。これだからプラットじゃないんですけど、ローンチモードついてます。とりあえずやってみましょうか。ブレーキグッと踏みます。アクセル踏みます。 OK です。うおおーいや、あれ今さ、でもさ、ローンチなってたかな。あれちょっとなんかね、ローンチの時ってなんか沈むんですけど、そうじゃなかった気がする。後で暇があったらまたやりますけど、まあでも、まあ確かあれですよね、ロングレンジというか AWD は確か0-100-3.8秒だったと思うんですよ。でプラットは 2.6 秒なんでバケモンなんですけど、さすがにロングレンジというか AWD は 3.8 秒だったんですよ。でこれってモデル Y パフォーマンスの 3.7 秒と比較しても、まあほとんど一緒ぐらいな感じです。で僕はモデル Y パフォーマンス乗ってるので、パフォーマンスオーナーからするとまあまあまあ同じぐらいかなと。ほら今すごいでしょ、多分今バッテリーガーッと温めてるので、多分あれはピークパフォーマンスじゃないんですよ。まあさすがにモデル X 2メーターなんでね、ちょっと狭く感じますよね、このカンパチのね。まあでもね、まあ本当にこう狭い道にこう入るとかってんじゃなければね、まあね、2メーターなんて車はぼちぼち走ってますからね、そんなに心配する必要はないけども、まあもちろんですけれども、ちっちゃい道に入るとね、さすがにちょっと厳しいですよね、このレベルになると。で特に 4WS とかもついてないですから、小回りもそんなに良くないですからね。まあそういう車であるということです。あ、これでできるわ。 OK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 、 ローンチモード入りました。さっき多分入ってなかったわ。フロントがね、グッと沈むんですよ。おお、早いけど、でもな、最初のドカーンっていうのはやっぱり重いわ、この車。うん、2.4 トンありますからね、やっぱりね、重い。だから最初のドカーンって加速は正直モデル Y パフォーマンスの方がやっぱあるな。だからやっぱりでもモーターが、これ今回というか、まあこれもう2年前に発売されてるモデルですけど、新しいね、そのプラットのパワートレインになってますから、プラットはトライモーターですね、でこっちはデュアルモーターなので、まあでもそれでも一つ一つのモーターのパワーがめちゃめちゃ上がってると。で効率性もめちゃめちゃ上がっていますので、まあそういうことです。まあ、何にせよパワーは感じるので、おそらく中間加速はやばいです。他方で最初のね、ドカーンって加速はまあそんなんでもねえかなっていう感じですかね。まあなので加速番長な人はお金を出してプラットを買いましょう。うん、ワンペダルの停止もいいですね。やっぱりさすがですね、ここら辺は。
か低速でちょっとガタガタした街乗り、意外にやっぱ入ってくんな入力が。まあこんなもんか乗り心地は。さあ街乗りのね、まあ、様子なんかもね撮りながら、またねちょっとね高速乗ってきているわけですけれども、今ですね目的地をですね郡山スーパーチャージャーにセッティングしてます。はい、車線変更はボタンを押して車線に戻ると自動でウインカーが消えます。なので無理にですね自分でウインカーをもう一回ボタンを押して消すみたいなことは必要はありません。だからここどうやって見てるのかな、やっぱカメラでちゃんとですね車線を映ったかを見て自動で消してる判断をしてるってことですよね。なんかこれはすごいクレバーだなと思ったりしますけど、いやもうねこの市街地もね、市街地じゃないんですけどもうね紅葉がすごい色づきで色づいてますね。季節が変わろうとしてます。もう冬に入りますね。いや今年1年皆さんどうでしたか。私もねこうたくさんいろんなことが、まあ、ありました。まあ、電気商社って観点ではね、まあ、いろんな検証を行いましたし、まあいろんなところも行きましたね本当に。まあ検証はね多分ねあと1回やるかやらないかって感じだと思います。今年中にちょっと分かりませんけれども、まあ面白かったですね。はい、まあ、来年もねまあこんな風にやっていくのかまだ全然分かりませんけれども、いや非常にねこの季節の移り変わりが早いですね。去年なんか北海道行きましたからね、まあ、去年というか今年行きましたから、まあ、昨シーズンの話ですけど、そうだから1点これ残念なのはあれなんですよね。今オートパイロット起動してみますけれども、このですねもともとここですよね、このスタークがあったのでそれで1回もしくは2回引き下げることでオートパイロットを起動するんですが、これもあのストークなくなっちゃいましたので、基本的にはこのですね右側にあるボタン、ステアリングのボタンを2回押す、まあ1回でもいいんですけど、どっちかで、オートパイロットを起動するということなんですよ。はい、ところがこれの問題がこっちのボタンっていうのはオートパイロットを起動するかしないか、あとはこれダイヤル式になってるのでオートパイロットの制限速度を上げるか上げないか、これだけの機能しかないんです。でこれはね結構驚き、なぜかっていうと、もともと今所有されている、まあ、モデル3とか Y の世代はそう、あの3はハイランドはまた変わっちゃうと思いますけども、このねボタンはねこう横にも動かせるんですよ。縦にコロコロダイヤルできるだけじゃなくて横にもカチカチできるんです。ところがこの車横にカチカチする機能は何も使えないんです。で今までだったらモデル3と Y でどうやって使ってたかっていうとあれです。なんかさこの車さずっとやっぱ思うんだけど、左のウィンカーのボタン、ハプティックのボタンの感覚が悪い気がする。右はちゃんと出るのにたまに左に出ない時がある。なんでこれ、なんでだろう。超謎なんだけど、なんかね左のボタンを押そうとするんだけどなんかねハプティックがうまく反応しない時がね多い。右はそんなこと全然ないんです。だからいや俺はおかしいのか、いやそんなことはない、右はだって押せてるんだもん。なんかねこのボタン式もね、だからテスラは要するにもうそのなんだもうデコボコがあるのとか多分すごい嫌がるんですよねこの会社絶対。だからもうハプティックにして、まあ基本的にはもう何も見えないようにしてるわけですよ。でもねちょっとやっぱこのねウィンカーのボタンぐらいはちょっとどうなんですかって思いますよね。ハプティックだとね、だからハプティックだと、まあ、いろんな EV 採用を始めてますよ。だから日産アリアのエアコンのスイッチ類かもそうですよね。アリアのハプティックも、まあ、かっこいいんですよ。で僕は好きなんだけれども、なんかね反応の動作がこうリニアじゃない時もあったりするんですよね。
まあ、アリアでもそんなになんか不快には感じませんでしたけども、こっちはダメだね。ここのウィンカーはそのなんだろう、車線変更っていうのはめちゃめちゃクリティカルなわけじゃないですか。だからそれを考えるとちょっとですね、ここのハプティックはもうちょっとこうなんだ、リニアな操作性がないとちょっと嫌だなっていう印象は正直持ちました。で、そうそうそう、話は戻しますが、何にせよですね、この右側のコロコロですね、この右側のコロコロの、まあ、操作の多様性みたいなところ、ここがね、ちょっとあれですよね。なぜ今ここの左右の操作のができないのか。だからここはもともとはオートパイロットのその前車追従の際の車間距離を調整できるんですよ、1から7段階ぐらいで。今それできなくなっちゃったんです。じゃあどこで操作するのっていうと、これのオートパイロットのクルーズフォローディスタンスと、ここです、まあ、なので多分テスラとしてはいじんねえだろと、おめえだしどうせみたいな、一回セッティングしたらどうせいじんなくなるから別にこっちに機能いらなくねっていうような多分考えなんじゃないかなと僕は思いますよ。ちょっと分かんないけど、なのでもし車間距離を変えたいとなったら、こうしてオートパイロットをして、ここ階層深いっすよね。そしたら別にせめてここの横の機能、横のカチカチなんて今何も使ってないんだから、別にここに機能を付与するの別にいいんじゃないかなと思ったりしますけどね、まあ、僕なんかそう思っちゃいますけど、まあ、というようなところが、まあオートパイロットに関する不満要素、まあ、何にしても今ちょっとあえて前に突っ込みますよ。はいはい、ほら結構強いんですよ。だからほら確かにこれあのディスタンスはあのちょっとまあ短め2か3に設定しちゃいますけど、僕はでもねやっぱね2か3だとなんだろう、もっと前からゆっくりゆっくり減速をかけてほしいんですよ。ところがテスラのそのクルーズアダプティブクルーズコントロールに関してはそうじゃないんですよね。もうこの距離で固定したらもうその距離に車が離れたらぐーっと減速していくんですよ。これはねその本当にクルーズでずっと巡航してる分にはあの気持ちがいいんですよ。なぜならレーンキープがすごい優秀だから。ところがそうじゃないちょっと混雑してる時とかにオートパイロットを使うとね、途端にのあのねなんだ乗り心地が悪くなる。でそれはこのねこのクルーズディスタンスのその調整がすごく下手くそで、これはねもう何年も乗ってますけど全く直らないですねこの車。だからここはちょっと残念ですね。だから渋滞とかの乗ってこの同乗者がいるとかってなるとですね、もうめちゃめちゃ気持ち悪くなると、あの使わないでくれというふうになりますので、あのはい、まあ、そんなようなレベルです、まあ、なので僕がねあのテスラの ADAS システム好きですよ。好きだけども、まあ、今みたいなねあの嫌いもあると。特にこの新型のモデル X っていう観点で言うと、そのですね重要なクルーズのディスタンスですね、これが設定できないと、こっちのディスプレイ上で設定しなければならない、この点は明確にマイナスポイントかなと思います。まあ、あとですねこのまあモデル X に関してね、どうしても抑えて、新車購入される方抑えておいてほしいのがですね、まあ、これモデル S も全く一緒ですけれども、実はですね、まあ、この車、動画でも、ちょっと説明したと思いますけれども、チャデモ急速充電器が使えないんです。で実はまあ実はまあこれ一番大きな問題なのかなと思ったりもしますけども、そうなんです。実はこの車はですね、まあ、450V システムというか、まあ、450V 以上なっちゃうんですよね。でそうすると何が問題かっていうと、まあ、日本の、チャデモ急速充電器の多くはですね 450V システムが上限として設定されているので、車両の最大電圧が 450V を超える電気自動車っていうのは、まあ、想定されていないんですよね。ところが、まあ、今日、まあね、電気自動車どん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 開発されていますから、みんな、欧米、まあ、中国も含めてですね 800V システムを、標準で対応してきています。なので何が問題になるかといえばですね、
バッテリーの電圧が高いことによって、450V ありきで開発しているですね、チャデモの多くの急速充電器に対応できない問題が発生するんですね。で、実際にですね、まあ、この車は、多くのチャデモ急速充電器で充電できません。あの1000キロチャレンジで一部充電器充電できたよみたいな話をしていましたけども、まあそれもですね、実際にこれ検証してみて充電残量が高い状態になるとやっぱ充電できなかったよねみたいなものっていうのは想定されます。なので、動作保証ができません。なのでこれテスラ本体に関しても、この車たちでチャデモの急速充電器をまあ使用する、できない場合がありますみたいな、もうちゃんと注意書きをしています。なのでこれポイントは、旧式の、まあ、モデル SX、レイブンも含めてですけれども、これらは 400V システムで設計されていますので、チャデモの急速充電器ではちゃんと充電ができます。ということなので、ちょっとですね、まあ、ね、東京大阪とか、それぐらいの往復であれば、テスラスーパーチャージャーありますから、問題はないわけですけれども、まあね、それでも高速道路をまあまあ降りたくないと。で、ちょっとですね、チャデモで、まあ、30分ぐらい充電すればですね、まあ、目的地まで着いちゃうよと。だったら高速降りたくないよねっていう人もたくさんいると思います。なので、そういう風な方はですね、残念ながら新型の S と X は、チャデモで充電できないという、まあ、極めてですね、致命的な問題を抱えてしまっているので、ちょっとね、果たして本当に購入するべきなのかっていうのは、ご自身の充電の環境ってのをちょっと考える必要があるのかなとは思います。ただこれはですね、実は、モデル S と X だけの問題、まあ、テスラだけの問題なのかといえばですね、実はそうではないという点も重要なんですね。例えば、メルセデス EQS も実は一緒なんです。実はメルセデスの EQS も、あれ、最大電圧は 450V 超えてきます。なので、大体の、じゃですね、チャチャレモ充電器では充電はできるんですよ。例えば、この車で充電できなかった新電源の 90kW 級、これね、やっぱり、新電源の 90kW 級は、ほとんどの EV がしっかり充電できるってことでですね、やっぱり、なんだ、ちゃんとしてるんですよ。で、ところが、あれでも充電できないわけですよ。で、それは別に新電源が悪いわけじゃなくて、単純に互換性がないんですね。450V 超えちゃうから。ところがですよ、EQS は充電できるんです。ただし、あれも EQS も、充電残量がかなり高い状態から充電器を挿すと、充電が止まります。なので、実はこれは、そのテスラだけの問題ではないっていうところ。だから今後ですね、もっと他に、その、電圧の高い EV っていうのが出てくる。まあ、確かに、今、例えば、e-tron GT、タイカン、あと、アイオニック5、これ 800V システムなんですけど、彼らは、アイオニック5は、モーターの巻き線によって、小圧、高圧をするっていう、システム採用してるので、まあ、そもそもですね、その、なんだ、入力は 400V でいいんです。で、来たものをモーターで小圧して、高電圧バッテリーに充電する 800V システムとして。なので、それはぶっちゃけ、日本の充電器 400V、450V 制限があろうがなかろうが関係ないんです。タイカンと e-tron GT も一緒です。タイカンと e-tron GT は、別途 DC-DC コンバーターをつけてます。なので、そこを介して 400V の充電を 800V に小圧して高電圧バッテリーに充電をするので問題ないんです。なので何が言いたいのかっていうと、その今来てる 800V システムの EV は充電はできます。なので800V システムだろうがなかろうが、日本にのチャデモ急速充電器で充電ができないってことはないんです。だから今回のモデル S と X は、まあ、事実上まあ、ほとんど初めてと言ってもいいほどですね、全く充電ができないという問題があるので、何せよね、ちょっと話がどんどん脱線してるかもしれませんけども、S と X の新車を購入される方は、まあ、家充電があることはもう 100% マストですよね。で、さらに、スーパーチャージャーは、やっぱりですね、その自分の、まあ、行く場所、経路で必ずスーパーチャージャーがある。なので、経路充電では、チャデモ急速充電器を使用することがないっていうのが、確定的な条件になります。はい。なので、特にですね、この車で北海道一周なんてものは 100% できません。できません。もちろんね、100% という、まあ、ではなくて、確かに普通充電器とかを使ってね、そういう充電器のあるホテルに行って、夜通し充電して、
マックスでまた違うね、なんかわかんないですけど、北見行くなりとか、なんか知床行くなりとかすれば、できないことはないですけど、ぶっちゃけですね、これ僕でも絶対に嫌だ。この車で、北海道一周なんてたまったもんじゃないです。なので、ちょっとですね、テスラスーパーチャージャーが脆弱な環境下、さらには、やっぱり冬場ですよね。冬場で雪ががっつり降るって時では、やっぱりですね、チャデモ充電器、チャデモ規格の急速充、公共の急速充電器は、やっぱりマストです。その、使わなかったとしても、ないと、安全上の問題で、やっぱりマージン取れないので、僕だって嫌です。こんなの、普通の EV 乗られてる方だったら、絶対電結しますよ。僕だって、ちょっとね、保証ができない。電結の保証。なので、何にせよですね、まあそういうところも含めて、やっぱテスラ側の問題ももちろんありますが、同時にですね、やっぱりこのチャデモ規格の 450V 制限っていうものの、その規約の中で作られてしまった充電器、充電インフラのせいで、これは別にテスラだけに限らないですからね。今後どんどんですね、やっぱりその高電圧が高電圧化っていう流れが来てますから、こうなってくるとですね、やっぱり対応できない、チャデモ規格の急速充電器に対応できないという EV がどんどん増えてきます。だから果たしてこれに対して自動車メーカーがどのように、対処してくるのかと。だから例えば、AT3 なんかはそうですよね。BYD の AT3 なんてのはバッテリーのサイズ、海外よりもですね、ちょっとちっちゃいんですよ、実は。58.56kWh ですよ。ただ海外で売られているのは 60.48kWh なんです。なんで減らしてんのと。まさにその 450V 問題なんですよ。そうすると電圧が 450V を最大で超える可能性があるので、日本仕様ではあえて抜いてるんです。でしょ？で、そうすると何が起きると思います？日本市場だけ特殊な EV を開発しなきゃいけないんですよ。開発コスト上がりますよね。なので、本当だったらもしかしたらAT3とかドルフィンってもうちょっと安く販売できたかもしれないんですよ、日本国内で。でもそれができないのには、まあそういうような、そのチャデモ規格独特のやっぱり制約があるっていうところで、しかもそのチャデモ規格の制約で作られた充電インフラに合わせるための、まあ、開発コストがかかってくると、まあ、いうことになりますので、まあ、いずれにしてもね、ちょっとテスラがどんどん話が脱線していきますが、やっぱりですね、この新型モデル S と X を購入される際は、こういうような問題点にも、ちょっとですね、頭を、ちょっとね、頭の片隅に置いた上で検討する必要があるのかなと。中古のモデル S と X はこの心配はありませんから、まあそういう意味ではね、中古の S と X っていうのも、まあ右ハンドル、左ハンドル問題も含めてですね、ちょっと、購入の検討判断材料にするのがいいのかなとは思います。インターから 2.5 キロか、郡山スーパーチャージャー。まあね、許容範囲なんだけど、うまくね、バランス取って、フルーツピークスもあるし、しかもね、まあ昼間はでもね、結構この道空いてるんですよ。だからパーッと行っちゃえるのでね、やっぱ高速を降りるっていうのがやっぱり僕は嫌だな。特にお金が変わるんじゃなくて、例えば僕今これ深夜適用してたんですよ。だこれが、もしね、この郡山よりもずっと先に行くって話になったら、深夜料金これで終わっちゃうんですよね。だからここがちょっと辛いな。まあ何にしてもですね、まあいろんなちょっと取り留めもない話をですね、まあ今回総括でやってしまったわけですが、今ね、だから高速のまあインターを降りて、ちょっとね、この深夜料金から外れてしまう。この点はまあ残念ではあるんですが、それでもですね、まあこのようにして、はい、スーパーチャージャーがね、250kW のが、まあちょっとこの市外のね、ちょっと端の方にあるわけですよ。で、こうなるとですね、やはり、まあインターからもね、まあ 2.5 キロと書いてあった通りですね、やはり非常にですね、使い勝手はいいんですよね。特に4基同時に充電できますから、まあそれを考えるとですね、非常に、これ何待ってんだこの車。この車何待ってんの。こういう時ってさ、ハザードを焚くんじゃないの。なんかウィンカーを左にする人いるじゃないですか。これってハザードを焚くべきなんじゃねえのっていう思うんですけど、それは僕だけですかね。
はい、スーパーチャージャーに到着しました。まあ、ということですね。ここだっけ、ここでいいんだっけ。はい、ということで、まあ、このようにしてですね、スーパーチャージャーがもうあるわけですよね。なので、まあ、ほんとね、このテスラ社を語る上ではもう、いつもいつも同じことばっか僕は言ってますけれども、やはりですね、このようにして、ここに来れば24時間、必ず経路充電のスポットに、スーパーチャージャー、しかも複数機設置されているので、全部が充電できないみたいな故障っていうことは、まず、基本的には僕は遭遇したことはないです。で、やっぱりそういうのを踏まえるとですね、やっぱりこのスーパーチャージャーネットワークっていうのが、本当にですね、やっぱ優れていると思いますし、やっぱりですね、もう、そのね、東京とか横浜に住んでて、もう軽井沢しか行かないよと。私たちは、みたいな。人とかいいですよ。軽井沢箱根しか行きません、みたいな。でも、もうちょっとですね、まあ、特に、僕みたいな若い世代で、アクティブに、まあ、こう、いろんなとこ行きたい、みたいな。で、子供もいて、みたいな。話になってきたらですね、やっぱりこういうようにして、やっぱり経路充電にしっかりスーパーチャージャーが設置されてるような、やっぱり、このテスラ社ですよね。これはね、本当にね、繰り返し本当ね、僕多分この動画でも言ったのか、他の動画でも言ってると思いますけども、僕は別にテスラしか所有してないで、テスラすげえとか言いたいんじゃないんですよ。やっぱり、いろんな EV を所有して、いろんな EV で、いろんなとこ行って長距離乗れば乗るほど、やっぱりね、独自の急速充電ネットワークをしっかりと整備してるっていうのはね、これはね、本当皆さん、特に電気自動車所有されてない方もそうだし、テスラ、を、まあ、長距離乗ったことがない EV ユーザーもそうですけども、全然違います。これは、その精神的な、その負担、その EV に対する負担軽減っていう意味でも、全然違います。で、僕は別にその電気自動車を、その一人でも多くの方に買ってもらいたい。もちろんそうなんですが、僕は立場は、まあ、むしろそうではなくて、電気自動車を真剣に購入検討したいんだけども、購入した後にね、いろんな、まあ、こう、いい情報だけを鵜呑みにして購入して、不幸なことになってほしくないんですよ。だから現実問題として、今の電気自動車は、日本国内では、いろんな面で制約があります。みんなにおすすめは、とてもじゃないけど、できません。特にそれの問題になるのは、長距離における急速充電っていう話です。で、ここはもう完全に、今の発売されている、まあ、EV。まあね、こう、ドルフィンとか、サクラとか安いの出てきてますけど、そういう EV は除いて、やっぱり今、やっぱプレミアム志向になってます。そのやっぱプレミアム EV を購入される方であればね、もうこれ買うんだったらさ、メルセデス GLC とかさ、みたいな。BM のなんかね、X3 とか、ね、みたいな。なんかそういうの買った方がさ、みたいな。もうなんなら別になんかね、トヨタラブ4とか買っといた方が、ハリアーとか買った方がさ、みたいな。どう考えてもいいじゃん、みたいな。ハイブリッドで燃費いいし、みたいな。別にハイブリッドじゃなくてもいいですけど。普通のガソリンでもいいですけど。まあそういう風になるんですよ。なので、その、やっぱり、買える人っていうのはある程度、こう限定される。でもその限定される中で、損してほしくないんですよ。まあというのを踏まえて、やっぱりですね、特に電気自動車真剣に購入される方は、やっぱこういうですね、経路充電にやっぱり力入れてるっていうところを、やっぱりですね、相当参考にした方がいいと思いますし、これはね、もう僕の感想なんで、他のね、いろんな EV 乗られてる方のね、意見も参考にすることをお勧めしますが、何にせよ、僕が訴えたいのは、この EV にしか乗ってない人の話を信じるなってことです。いいですか？皆さんね、自分の EV 購入検討されるときに、いや、この EV 欲しいな、あ、この EV オーナーさんがいる、あ、めちゃめちゃ良さそうだな、いいんですよ。ただ、それ以外の EV も乗ってて、で、そういう情報発信も、別情報発信じゃなくても友達とかでもいいですけど、もちろんガソリン車を乗ってるとかでもいいですけど、両方乗っててどう感じるのか、複数の視点からですね、やっぱり情報発信されてる、やっぱそういう情報っていうのも僕はやっぱ重要だと思いますし、まあね、そうじゃなくても、まあ、僕みたいな動画を見たりとか、まあ逆のね、違う、まあ、EV オーナー乗ってる、ね、人がどう感じてるのか、まあ、そういう動画をですね、一人だけ見るんじゃなくて、複数の動画、複数の、情報発信者のですね、情報を、まあ、総合してですね、やっぱり電気自動車購入を、検討するのがいいっていうのが、特に2024年以降ですね、多分日本国内で、電気自動車購入検討される方に求められるリテラシーなんじゃないかと、まあ、思いますので、まあ、そういうのを含めてね、めんどくせえな電気自動車って思われる方もたくさんいると思いますけども、日本国内では残念ながらですね、こういうような、いろんな制約によって、電気自動車を購入するのはめんどくさいです。なので、こういうようなね、情報も参考にした上でですね、まあ、皆さんどう感じ
じるのか。ちょっとあの、モデル X という話からは、それちゃいましたけども、まあ、あの、何にせよですね、あの、モデル X に関しては、乗り心地、静粛性、特に先代モデルと比べて、劇的に上がってます。なので、この点に関しては、まあ、中古のね、モデル X、購入される方もですね、新型っていうのも、いや、こうあるよと。まあ、ただし、やはりですね、左ハンドルであると。で、ヨークステアリングの、あの、ダメさっていうのも、あの、いろいろと多分、結構ですね、辛辣に多分言っちゃってると思いますが、まあ、そういうようなところも含めてですね、やっぱり、この、まあ、中古を買うのか、新型を買うのか、まあ、そうじゃなくても、ね、あの、別の EV を買うのかと。まあ、そんなようなね、ところの、まあ、参考にね、していただければ嬉しいと思います。そんな感じで、3000キロも走行しないか、3000キロ弱走行しましたけども、いや、モデル X 良かったです。僕は、新型モデル X によってですね、モデル X がより好きになりました。そんな感じで、いってらっしゃい。